さあ、始まりました。まちっちゃんです。さあ、平田ぜや。皆さん、こんにちは。早稲田合格塾代表の平田です。よろしくお願いします。はい、無理鉄くん。はい、無理なの、はい、2025年からね、早稲田のね、社学と人科は入試が大きく変わります。はいはいはい、うん、そうらしいじゃないですか。そうなんです。改めて情報整理するとともに、まあ僕の考えるね、まあこの合格メソッドみたいなものをね、今分かってる範疇でお話できたらと思います。もう日本で一番をね、やっぱりこう自負する僕がね、言葉を届けようかなとございます。でございますか。はい、ね、おしゃってくださいだ。なんておしゃってください。まずね、25年以降の両学部に関してなんですけれども、こちらご覧いただきたいんですけれども、はい、まずこれね、どちらもそうなんですけど、共通テストが必須になるんですよね、うん、社学からいきますけど、共通テストの点数がですね、英語200点満点が40点に換算されます。国語も同じく200点が40点、選択科目は100点が40点、合計500点満点が120点に圧縮されて、でまあ共通テスト必須になりますよ、うん、ということなんですけども、まあこれをどう見るかなんですけれども、まあまあこれ結論から言うと、僕ね、まあ、英語で30、国語で30、選択科目で30、うん、これぐらい取れたらまあいいかなと思うんですよね。おお、なるほど。これぐらいの数字がここまで圧縮されると、まあ、東大の入試じゃないんだけど、あんまり差が出ないよね。差がついても科目によってまあせいぜい 2,3 点とかになってきたりするんですよね、うん、あんまり取ったところで、うんうん、で今回ね、まあ、これ後でも話すんですけど、実は共通テストの枠とそれから2月入試の枠で合計240点満点になるんですよ。で現在の社学って130点満点なんですね、うん、でどんなバカでも55、6点は取るし、うん、どんだけ頭良くても105、6点ぐらいしか取れないんですよ、うんうん、要は約50点の中に約1万人弱ぐらいがひしめくみたいな入試になるんですよね。でその熾烈な競争が緩和されるんですよ、240まで枠が増えると。これってすごくいいことなんですよね。指導する側としてはやっぱある程度枠設けてくれた方がその差をつけやすくなってくるんで、ただ共通テストはここまで圧縮されるとちょっとここで戦うのは厳しいから、もうどっかでなんか目処をつけてそこクリアできたらいいぐらいに思ってた方が気持ちとしては楽です。選択科目だけ100点満点なんですよね。だから若干国語や英語よりもちょっと差をつけやすいは安いのかなっていうのはありますよね。他のものがさ、200点満点が40点とかになるんだけど、これまあ 0.4 倍なんで、ただやっぱり勝負が決まるのはこの2月入試の方になる可能性が高いのかなと。これが英語60点分、現在の社学入試では50点満点なんで10点分増えます。英語がね、もう一方の入試が総合問題で受けるか、それとも数学を選択して受けるかっていうこの枠になってて、でここがすごく大事なんだけど、今の小学部と同じスタイルになります。要は総合問題で受ける方と数学型で受ける方は合格の競争枠が分けられます。だから今はさ、ガッチャンコじゃないですか、選択科目はそれぞれみんなトータルでなんですけど、あのこの2025年入試からは数学型と総合問題型は合否の枠が分けられるんで、それぞれに人数とかね、募集枠が設けられてます。これもまあポイントかなと思ってますね。だからこの2つで争うことはまあないよっていうことなんですよね。なんでこんな風にこう共通テストを必須にして2月入試を科目、日本史とかね、科目を減らしちゃったのっていう質問がすごく来るんですけど、これ狙いとしてはね、入試問題の作成のクオリティを上げるためですね。どうなの？要はなんでかっていうと、理研がどうこうとかその辺は分かりませんよ。だけど自分の学校で作る入試問題の数が減るわけですよ。つまりそこに時間と人員を割けるじゃないですか。ってなってくると、まあ入試問題としてのクオリティを上げることができますよね、作成のね。やっぱね、各科目作るのめっちゃ大変だと思いますよ、入試問題ってね。特に国語なんか入試問題作るのめっちゃ大変ですからね。まあただ今回であれば、まあ英語と総合問題と数学に分けられるというところもあって、まあここに入試問題の作成を集中すればいいので、まあ科目が減る分、そこのクオリティを上げられると。だからそのね、メリットはあるんですよ。悪問が生まれる可能性はかなり低くなるかなというふうに思われます。だから社学なんかさ、英語ちょっとさ、なんかやばい問題とかあるじゃないですか。悪い意味で。なんかそういった問題が減ったらいいなぁなんてことは僕は期待していますね。まあどうしてくれるかわかんないですけど、英語の重要度がやっぱり一層上がりますよね。10点分枠が増えるんで、ってなってくると、こう皆さんの中でこう対策どうしたらいいですかっていうのがあると思うんですけど、これね、一番大事なこと、整形とか国境とかもそうだったんですけど、新形式になってからも旧入試問題のスタイルがそのまま大部分は踏襲されてます。なので早稲田社学もそうなってくる可能性は非常に高いかなというふうに思われるんですよね。過去問なんかはすごくやっぱ有効です。ただ僕の願望としてやばい問題はもうちょっと減ってくれたらいいなっていうのはあるかなっていうところですかね。で、10点分枠が増えるんですけど、今よりも、これ僕の勝手な予想なんだけど、総合問題のラ
ラストの問題が200字のなんかこう記述とかあったりするんですよね。ほうほう、結構人数がいる中でそういう問題設けるんだってところが僕はびっくりしたんですけど、多分早稲田社学の気持ちの表れだと思うんですよ、それってね。ちゃんと見るからこの子の表現力見たいみたいな。なんであれば英語のこの10点分英作文とか来てもおかしくないかなとかも思ってて。なるほどね、うん、だからもしこれが当たった日には俺もめっちゃ言うからね俺は的中したー言うからね。そんなとこでございます。なんで過去もめっちゃね大事になってくるから、今後もね、全く新しい問題になるからどうしようとかは思わないでください。大部分は過去の問題のスタイルがそのまま踏襲される可能性は非常に高いです、整形とか国境を見ているとね、うん、でそこにじゃああともう10点分どうなってくるんだろうか、ここがまあちょっと見どころかなというところですね。総合問題なんですけれども、これはね結構難しい、正直俺ちょっとねサンプル問題見てみて、まあ確かにもっとねしっかり解いたらちょっと感覚違ってくるかもわかんないんですけど、軽く読んで軽く解いてみたんですけど軽くやれないわ。今の早稲田の社学の国語って結構ちょろいんだけど、ちょろくないっすね。慶応の商学部の論文テスト、あれを解いてる時ぐらいの感覚はあるかなというところですかね。なるほど。ちょっとここはね従来の国語と比べるとレベル感は上がると言っていいです。文章の内容もちょっとキモいし、なんでこの総合問題しかも対策がなかなかできないじゃないですか、まだね。なんでまあこれはまたおいおいユーテラとか、あるいはまあ和製号の授業とか、まああるいは森鉄チャンネルとかでね総合問題に関しては話していこうと思うんですけどね、うん、今後鍵を握ってくる平均点も低くなるんじゃないかなというふうに予想してます。そんなところでございます。質問とかありましたらね、はい、コメント欄の方に書いておいてください。今後の動画のね材料にしたいと思いますんで、はい、みんなでいい動画を作っていけたらと思ってます、うん、続きまして人化なんですけど、これね結論からあります。変化はあるかもしんないんだけど、あんま変わんないから。そうなの、あんま変わんない、うん、この間ね、ゆきお先生もさ、ユーテラの撮影でね、ひらくん、早稲田は終わったとかね、言ってたんですけど、まあ確かにね、世界史なくなるからね、ゆきお先生の気持ちすげえわかるんですけどね、実質あんま変わんないです。まあそのお話をしていくんですけど、こちらもね、社学と同じくで、共通テストが必須になります。で、文系、理系ともに、60点分になります。国語200点分と、選択科目100点分。これが60点に圧縮されます。うん、まあこれもなんか 0.2 倍なんですよね。で、選択の科目は何を選べるんですか？選択科目がいろいろ選べます。数学も OK だし、もちろんね理科も OK だし、社会も OK だし、もういろいろあるんで、まあこれはもう何かしら選べるんで、なるほど、うん、なんか10個ぐらいあります、選べるんだ国語はね、まあ、20点に換算と、200点がね、うん、で選択科目はこれはもう社学と一緒で100点分が40点に換算されますね。人科はこう文系理系どっちもあるんですよ。で理系の人は、まあ、数学2種の200点が20点に換算され、まあ、選択科目、まあ多分大体の人は理科とかなのかなと思うんですけどね、まあ40点に換算されるっていう感じですね、100点分がね。共通テスト枠が60点分になりますよと。で2月入試がですね、社会科とか、まあ、理科とかが消えて、文系の方は英語と国語、理系の方は英語と数学になります。でそれぞれ英語が50点、もう1個の科目が40点という形になるんですよね。10点分なぜか下げられるんですけど、もう50でよかったろうとか思っちゃうんだけど、多分でも共通テストが60だから、まあ数字合わせたかったんでしょうね。考えてみてほしいんですけど、うわ変わると思われる方いらっしゃるかもわかんないんだけど、でもさ考えてみてください。皆さんさ共通テスト、まあ大半の人は受けるじゃないですか、うん、受けない人もいるけど、うん、まあ受けるじゃないですか。で共通テストでさ、じゃあ文系の人ね、国語とさ日本史なり世界史なり受けるでしょ。これでさ国語と理科とか言われたらね、文系の人がそしたらおーってなるかもしんないけど、まあ受けるじゃないですか。理系の人だって数 1A2B とさ理科1科目ぐらい受けるじゃないですか、どっちみち。二次もさ文系の人英語と国語どっちみち従来だってさ2月にさ国語と英語あったわけじゃないですか、またそのままあるだけじゃないですか。理系の人だって英語と数学受けるじゃないですか、2月入試で従来だって、またそれがそのままあるだけじゃないですか。だから、まあ、変な話ね、これね、なんなら選択科目、社会とか理科の部分を早稲田レベルまで勉強しなくていいっていうことを考えると、むしろ負担はちょっと楽になったかなっていう見方もできるんですよね。ああ、なるほど。うん、だから僕はスタイルは変わるかもしんないけど、でも実質変わったことあるって思っちゃうわけだって、まあ、今までの人だってやってきてるし、でみんなも受けるしよ、やるしよみたいな。ただ共通テスト逃げれなくなるよねっていうところはあるってことなんですよね。そもそも受けなかった未来線があった人にとってはね、そこの部分はちょっと変化はあるかもしれないんだけれどもねっていうところはあるんですよね。なるほど、うん、だから人化に関しては全然恐れないでいただきたいなというところですね。だから積極的に受けてていいです、何も変わんないです本当に、はい、積極的に受けてください。まあどちらにせよ共通テストが、まあ、早稲田にどんどん入ってきてるっていうのは変わんないわけですね、うん、変わんないです。ますます重要になってきま す,、ねきますね。まあ、これでまたね4技能とかもいろいろあると思いますんで、はい、まあ、入試のね情報をねちゃんと手に入れること、入試は情報戦ですので、はい、そちら忘れないで
ていただければと思います。はい、参考にしてもらえればと思います。ちょっと安心したんじゃないかな。ありがとうございました。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching. Thank you for my watching.